さあ、OK ネタの館へようこそ。ショーでやってるやつをね、もう惜しみなく見せちゃおうかというパフォーマンス。てんちゃん、てんちゃんの日本足立ち歩きハード、ご覧ください。てんちゃん。はい、起立。まだ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 、てんちゃんおいで。まだまだ、ジャンプ。まだまだまだ、早い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 。早いって早いって、てんちゃんてんちゃんてんちゃんジャンプ、よいしょ、タッチ、よし、いい子だ。わ、画角が切れてる、タッチが画角が切れてる、てんちゃん持ってないね、てんちゃんというやつですね。もうちょっと、なんていうのかな、あと遠隔操作でちょっとやりたい。ハンドの幅をね、ちょっと狭くしてね、遠隔操作。てんちゃん、はい、キーツ。てんちゃん、まだ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 。てんちゃん、まだまだまだ。てんちゃん、待って。まだだよ、てんちゃん、そのまま、まだ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 。てんちゃん、まだ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 。てんちゃん、ジャンプ。そう、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。はい、タッチ。ああ、またタッチが。また画角が切れてるか。これが遠隔操作ね。まあまあ、まあ、遠隔操作はいいか。ハードルの教え方というかコツというか、ちょっとワンちゃん抜きでご説明しましょうかね。さあ、竹馬をご用意いたしました。なぜ竹馬か。これに乗ると動物の気持ちになれるという不思議なアイテムがあります。ね、子供の頃にやったことあると思うんですが、まず言ってます。このなぜこれが動物の気持ちになれるかというと、鈴がうるさいな。人間の足って足の裏が広いんですよね。で、犬とかっていうのはよく言う、あのつま先しかついてない、かかとはつかないであるっていうのですね。だから接地面がものすごく小さいんですよ。二本足でワンちゃんが立って歩くってことは、竹馬に乗ってると同じこのバランス感覚で立ってる。だから今私こう四六時中動いてますが、バランス感覚で立つとなると止まれないんですよね。で、このバランスをすごく突き詰めて、バランスが上手くなった結果、若干止まる。本当にこの若干ぐらいしか止まれないんですが、これをもう日本足ができるもんだと思って、もう任せよう、止まらせよう、止まらせようとずっと、ストーブに新人さんはしちゃうんですよね。だから、もうハードル飛ぶときに、もう飛ぶ前にここでもう力つけて竹馬から降りちゃう。で、降りちゃった状態がこのいわゆるチンチンのポーズだったりお座りだったりとかするんですが、ここで、ジャンプしなさい、ほら立ってジャンプしなさいっていうのは、もう一度竹馬に乗り直すのと同じ労力が必要なんですよね。目の前にこうハードルがあったとして、ああもう疲れたんですけどってこうなった時に、もういいからちゃんと立ち上がって飛びなさいっていうのは、わかりましたっていうことでしょう。これは相当難しい。で、その難しいことを強要しちゃうんですよ。だからもうハードルの前に立って、こうしゃがんじゃった状態でもう積みなんですよね。その積んだ時にはもう最初からやらせ直さなくちゃいけないんですが、どうしても形にこだわって、ハードルも目の前にあるハードルをちょっとジャンプするだけじゃん、たったそれだけのことだけじゃん、やりなさいよっていう欲目が出ちゃうんですね。そうするとうまくいかない。ワンちゃんの日本足ハードルを教える時、バーがあります。たったこのバー1本だけがワンちゃんにとってはすごく怖い。人間も竹馬に乗っている時はすごく怖い。なぜかというと、こうなった時点でまっすぐ前を見ていないとバランスが取れないのに、この下を見ようというとどんどんバランスが崩れちゃうんですよね。だから、やらせる時にはまず遠い位置でなんとなく、ハードルが見えるぐらいのところまで下がらせる。で、そこからおいでって呼んで、犬がハードルがあるな、ハードルがあるな、よしよしよしと褒める。ね、だから
か近くのこの近くのここからスタートして飛びなさい飛びなさいってやると足元が見えないので遠くから呼び寄せるっていうのが基本で、自分がワンちゃんの誘導に自信がないとここからここに行くまでのこの過程でバランスを崩して座り込んじゃうかもしれないからどうしてもこれギリギリのここでやらせようここでやらせようってしちゃうんですよね。それが人間の欲求で、この場合のところから見えてる状態でこれが、低いやつなのでまたげるとだんだん高くなってさあハードル。ハードルといってもこれバーがないんですが、高さがどのぐらいですか？10センチ？10センチあるかないかぐらい。それでも竹馬に乗ったままジャンプと思ったら相当な高さですよね。はい。で、またぐかジャンプするかっていう話なんですが、最初は当然またぎます。見えてるはずなんですね。よいしょ。よいしょ。またぎ。で、だんだん高くなってくるとまたげないからワンちゃんがどうしようかなって躊躇するんですよ。私は走と良しという2つの武器がある。何を強化するか、どこを切り取って褒める。高い、高い。ちょっと待って、これジャンプするのジャンプ。クリアするんだよね。ちょっと待って。よし。でここで一瞬バランスを崩してこうしゃがんだ形になったことを、クローズアップして強化する。ワンちゃんは今よしって言われたってことは飛ぶんじゃなくてしゃがめばいいのって思うんですよね。よし、もう一回いきます。さっき褒められたのはどうだったっけな。確かこのハードルの前でこれをクリアしようと思って、いやーよし、あ、しゃがめばいいんだ。でこれでよしですね。で次よしとそうが変わる、今度はしゃがんだ時にそうそう置いてる。できなかった。人間がジャンプした時にはさすがにちょっと練習が必要でした。あのこれクッション性があんまり良くないんで足が痛いという、私はできてなかったんですが、もう一回練習してみて挑戦してみようかな。そうと様子ですよね。今の飛ぶ前のこの格好を肯定してからおいでジャンプ。自分でセリフ合図を出しながらやってるからそれもきついですよね。そうジャンプ。床にも良くないし腰にも良くないし、おかしいな。それまでジャンプできるからね。マーキングサイズからね、お願いしていきましょうか。はい。という、飛ぶ1個前の動きを強化するという話でした。で、ついでに言っとくと、動物に立ち歩きをさせる。立ち歩きをさせるときに、よくそんなに立ってついてこれますね、途中で手をつかないですねって言うんですが、竹馬に乗ってる原理と一緒なので、もう一回立たせてしまって乗せたら、ここで、おいでって言われたら、はい、何ですか、何ですかって歩いてますよね。で、逆に、こう、竹馬に乗ってるところで、飼い主さんに呼ばれたとして、こうやって、おいで、はい、何ですか、飼い主さん。で、わざわざしないですよね。この、降りて、飼い主さんの元まで行くのが立ち歩きを解除して四本足になっている状態、竹馬に乗ったまま歩いていくのが立ち歩きの状態。これだと、一回バランスを崩して四つ足になったり、一回バランスを崩して竹馬から降りたりっていう手間が面倒くさいからそのまま行っちゃえっていう気持ちであるんですね。何ですかご主人様。はいはいはい。どうですか。はい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 。はい、どうですか。で、こうやってこう
なってる状態に。はい、飛べよ飛べよ飛べよ、はい、じっとして飛べよ、じっとして、はい、動かない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 、目の前のハードル止めなさい、こっちだってこっちだってって言われて止まったら押し合うんだもんだってこのせめぎ合い、これが自分が竹馬に乗ってジャンプをすると思って練習してごらんっていうのを新人さんに言うとね、ちょっとイメージがつかめるのかもしれませんが、まあ、今時の子はなかなか竹馬乗らないのでね、その自分が竹馬を練習するっていうところもまあ難しいんでしょうねはい、今度はロックちゃん。ロックちゃんもハードルを教えようと思ったけど、まあ、途中で断念というか時間がなくてやめちゃったんですよね。天ちゃんの方が年下なので、ロックちゃんの方が1歳上なので、どっちかって言ったら選手寿命としては天ちゃんの後継者にはならないだろうなと思って途中で諦めちゃいました。まあほぼできない状態。まず、障害物があってもまっすぐついてきなさい。これができるかどうかちょっと検証ですね。ロック、ロックちゃんキッズ。最終的にできるかなんですが、また今度にしましょうか。